はい、こちら。ああ、すいません。ついで,で、ついで,でってごめん。ごあるごど今、あの、動画撮ってる時に、え速報が出まして。えー、まあ、ドラえもんの声で、おなじみのって言い方が当たってんのかな。えー、大山信代さんが、ああ、お亡くなりになったそうです。はい。で、9月は0日、29日か。老衰か。まあ、 長寿をううされたということいこなんでしょうけどね僕らね、えー、小学校ぐらいの時に、低学年の時に、やっぱり好きなのが、やっぱドラえもんがすっごい見たい。親戚の家やな。親戚の家とかに行っても、えー、無理をお願いして、やっぱドラえもん見せてもらった。確かね、僕らの時やったら、 金曜日の7時ぐらいからやってたのかな夜の7時ぐらいからやってたのは覚えてんねん。ゴールデンタイムやってて。で、非常に申し訳ない話ゃねんけど、今のドラえもんは見たことがない。今のドラえもん見たことないねん。なんでか、やっぱり違和感があんのよな。で、 声優さんが、ほぼ全員変わったよね。変わった。例えばあ、ドラえもん、大山信代さん。で、あと、のび太くん、かな。で、あと、ジャイアン、スネオ、静香ちゃんか。そうやねんけど。やっぱりね、えー、今でもそうやねん。ドラえもんの顔見たら、 大山信代さんの子やね僕ドラえもんとかってやってるやんか、うん。なあ、僕も明日生きてる保証がない、僕も明日生きてる保証がない生活をしてる年齢になってきてんけど、なあ、光年はね、あのー、もしかしたらと思うのが、あのー、まあ、ドラえもんやってて、まあ、声優さん辞めてから、ちょっと、あのー、 体調が悪かったとかっていうのは見ててんけどね。うん、で、結局、あと、まあ、ちょっと主要なメンバーやったら、あの、えぇ、ー、すの子をやってた肝付けさんやな。あの、銀河鉄道するの、車掌さんもやってた肝付けさんとかも、中にあった時は結構、メンタルが、よかったな。なあ、90歳。 まあ、なあご病気とかつらい、えー、環境下じゃなかったらんであればまあそれはそれでというところなんですけどなお悔やみ申し上げますと言いようがないもんなこれでもうとうとうやけどドラえもんの声が聞けなくなんねんこれから。 今の人をしているわけじゃないんやで。今のドラえもんとかやってる人を否定するわけじゃないんやけど、僕らは、大山信夫さんの声で、大山信夫さんの声で、ドラえもんを見てて育った世代やから、あ、へこむわ。<laughs>